肩のやっぱり乗せっていうのが大事になるので、この肩甲骨の後ろの部分がしっかり使えていると腕が自然に真上に乗るのでいいかなと思います。この腕がハンドルになるって感じなので、ここの真上にしっかり腕がはまっていると飛び出した時も真上に上がれるかな。やっぱり前その技を何個もかけていくので、常に同じ状態に戻ることができないので、その中でやっぱり前の技が不完全に終わってしまうと次の技の始まりっていうのも崩れてしまうので、私が課題としてるのは、今はその下半身の安定感よりも下半身を乗せた時に上半身がどこに置けるかってところなので、うつ伏せでこの肩の後ろっていうかに持ってくるの、この肩甲骨の後ろの使い方っていうのが一番ためになったかなと思います。重要ですね。そのトランポリンが沈んでる間にこう状態を立て直す技術っていうのが必要になるので、そこがこの少し頭が落ちた状態で降りてきた時にしっかりこの元のまっすぐの位置に戻す、この重力がすごいかかった中で戻すっていう筋力が大切なので、はい。